ます。じゃあみんな揃いましたのでご挨拶タイムにしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ほとんど多分知っているメンバーかなと思うんですけど、うなちゃんは初めての子が多いかな、結構ね多いと思いますが、あのイベントの中でいつも違うグループでもたくさん出ているお姉ちゃんです。はい、あとはクラスの生徒ちゃんもいるんだけど、ここ2人が中学生です。で、同じクラスでは同じクラスだね、ここの3人が同じクラスから選抜で来ていますの高校生です。はい、ということで今回は10人に踊っていただきます。お願いします。はい、じゃあ早速1曲目からいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一番最初のところからやりたいと思います。ちょっとだいぶアレンジ聞くと思うから、完成させながらになるので、一回ちょっと場所に行ってもらいましょうかね。前の人たちにも一個大きく広がってもらったらいいかな。はい、OK です。そう、ダンサーぶりのところでちょっと面白すぎるところは変えてるので、あんまりがっつりやらんくていいんだけど、最初組はそうですね、膝で立っといてもらってんで、あの頭上げてからのギンって降りてもらって、あ、それですね。あ、いける。あ、でもかっこ、あ、こう、いえ、かっこいい。じゃあそのそれをちょっと頑張って、いいよ、やってもらいましょう。右から、で、こうか、足出して、はい、うん、その足はちょっとそれぞれ多分あの向きがあると思うので、開くときに右から肘つく。左右で逆になってるね。で、ヤーから全員一緒になるから、みんなしゃがんでた組も足終わって移動してきてもらって、こっから一緒ですね。ちょっとダンサーのこれが面白いからちょっとやめます。みんな一緒にしますね。胸だけかな。うん、胸だけで、うん、これも一緒で全部。ワンルッキーマンプレス、ラッタータララッタまでもみんな同じで。ほんでからの、ううも同じ。うん。で、反対向いたこれも一緒で。あ、一緒じゃない。そこからが分かれるところで。一回じゃあ、あゆみちゃんに入ってもらっていいですか。多分、初めまして組がいると思うので、お願いします。お願いします。で、あゆみちゃんいいんで、今これ全員揃ってくれてるので、場所をちょっと確定させましょう。はい、じゃあ一番最初にお願いします。ほい、いきます。せーの。はい、でこれですね。オッケー、いい感じでーす。水分をどうぞ。あー、良きです。じゃあ残りをちょっとだけ進もうかなと思います。多分とてもスムーズに進んでいきます。ありがとうございます。と言っても今って何週間前な、もう2週間前ぐらい、もう2週間前やな、やば、結構頑張るわ頑張るわはい、ということで、進めるだけ進みますね。6、7で終わろうかな。6、7を6、7で行ってもらおうかな。ちょっと早いけど。はい、そしたらここの2サビに来るはず。ちゃっちゃー、あー、あー、ちゃらちゃっちゃららっちゃー。よいしょ。OK! いい感じでーす。あー、ありがとう。よし、まあじゃあ本当にあの1日目から集まっていただいたので順調でした。ありがとうございます。はい、また明日もあるので連続でお時間頂戴しますが、よろしくお願いします。明日で終わるかな、これが。はい、終わって、まあ、時間あればもう一個の方をちょっとやっていってもいいかなと思うんですけど、っていう感じにしたいと思うので、はい、ちょっとややこしいですけどお願いします。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。
あ、そうそう、いつも忘れんねん。みんな写真撮っとこう。揃ってる日にさ、いつも撮るの忘れんねんな。せーの、やー、 OK でーす。はい、ありがとう。もうあと2週間ですが、お願いします。はい、怖いな、2週間ですね。じゃあ、一旦これを終わらしに行きましょうか。続きをゆっくりと思います。これですね、あー、いらないから行きましょう。右手でこうかな、こう、右手で左に出して、ほんでよいしょ、よいしょかな。後ろ組もギザギザにして、このまま、伸ばしてた方の手を床についてこうなる。なので右手だった人はこっちついてこうなる。で、左手だった人はこっちついて、で、移動して、最後がこれが、みんなちょっと同じ向きだったらキモいかなと思うので、それぞれのペアみたいな感じのところでもう一回背中合わせにやってもらおうかなと。あ、ほんで終わりますね、もう。おお、そのままシャッと横位置になっていただきまして、ほんでそっち組の人はそっち、こっち組の人はこっち。はい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 、ハンドッキムドーンドーン、うん、よしかな。はい、 OK です、終わりました。ありがとうございます。2曲目に1回入ってみたいと思います。いけるところまで。まあ、ふんわり前の人たち座ってもらうけど、あんまり左右対称で綺麗には並ばんでいいので、ちょっと集合写真寄りみたいな感じ、うん、あんまり綺麗にしなくていいです。この辺でみんな首が動くから、これもなんかどこでもいいです。バラバラに。ダンサーさんは面白いから、こっちのメンバーの方でいいです。カカカカカカって感じになるから、普通の首とこれだけです。ほいで、それが終わったら、青組の人は一回このチャチャチャラララで一回前にグッてして、で、回ってペア同士で組んでもらいたいです。このエッジレーのところでゆのちゃんがウィッて引っ張ってきてもらって、で、ベーンって押されます。はい、押したけど多分すぐここに行くだけだと。ほんで、はぁ、それの間にこのギザギザを戻さないといけないので、ギザギザ戻します。後ろの人だと押します。ほんで、移動してもらう感じになります。ちょっとここは人によって移動を溜めてたりとかあれが違うから、みんなもそれぞれ移動でいいです。タラララーで、そのままさらって移動してもらって OK でーす。はい、一回止めようかね。はい、 OK でーす。はい、じゃあちょっと進みましょうかな。2番ですね。ここがみさきちゃん、うなちゃん、ゆずきちゃん、みくちゃんです。あ、いますね、全員。はい、はい、あ、ダイヤの形なんだね。ほんまや、つないでない。おろしおろし、あげあげ、おろしおろしかな。んか、トゥクトゥン。そうやな。あ、左右なんや。左右にプラプラプラ。このみさきちゃんの人が一番綺麗なんじゃない、うん、やな、やってること。みさきちゃんの人がふん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 、まあ、その感じで合わせる。下下、上上、下下、上上、下下。ゆうなちゃんは前通るかな。ゆずきちゃんの前を通って出てくる人かな。で、この出てくる人も全然ゴリラなくて大丈夫です。この感じで大丈夫です。うん、このこうじゃなくて大丈夫。じゃなくていいです。ちゃんちゃんちゃら、うん、サラサラでいいです。やりたい人やってくれてもいいけど。自由でいいけど、サラサラでいいです。ちょっと
後ろに声、そう、こういう感じだヒップホップ好きな人やってもらっていいですけどそれを腰と一緒にって感じかな。手ちょっとみんな面白いからなんかどうにかできやんかなちょっと、あ、ちょっと曲げようか、ちょっと曲げた、こんな感じでしょうか、うん、これでちょっとお上品ですちょっとこれ面白すぎるからこれぐらいでちょいで大丈夫です。で、ちょん、うん、ちょんで大丈夫です。のーん、うん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 、ちゃちゃちゃぬ今日はのーえみ、これ出るやん首を入れている感じの人もいますって感じかな。この辺がちょっと首かな。今日はのーで意味、はい、で終わりですね。これは好きに集まってもらっていいです。ダンサーさんみたいに滑り込んでもらってもいいですいいし、なんか個性的なポーズをしてもらってもいいし、最後ダンサーさん一人ポーズこれと足組も綺麗にならないように、そうですねはい、みたいな集合写真にならないような感じでお願いします。自由の集合写真にしてほしいですはい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 、いいですねOK そう、だってみんな最後ピースやもんなダンサーさんピースしてもでも今日男のダンサーがこれでいくわ、うん、でこれでいくわ、いや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 はい、好きなポーズをしてください。一応終わりました。さあ戻ります。分かりませんね体調ぶっ壊し中です、すいません皆さんがよくやっていただいたのでなんとか進んでおります。また説明します一回始めから行きますかね。あとヌンバンやな。ヌンヌルヌ巨人ヌンバンがあればトントトトントンに合う感じかな。が合ってればとりあえず合ってるようには見えるんじゃないでしょうか。もうダンサーさんまで含めたら全員やってることちゃうから。タイミングも。まあ、とりあえずこことこのジャンプと。沼をはい、合わせに行けたらなんとかかな。男組が今早く歩いてるから、一歩二歩かな、みんなゆっくり二歩やな。ファンシーいいで歩いてるよね、多分。はい、ですね、もう3日前かな、本番の。なんですが、本番の1週間ちょっと前から体調がぶっ壊れちゃってで、4日間ほど寝込みましたなのでちょっと大変、練習が追いついておりません。ヘルペスもできてでこのヘルペスが体にいっぱいできてしまって、高熱で倒れてしまってでちょっと痛いです。今痛いのもあるし、熱が出てたのもあるしで、まあ、寝込みながらも聞いて練習はしてたんですが、歌いながら踊る練習を一人でできていなくて、みんなとフリーレはねしたんですけど、お休みさせてもらった日もあるけどとね、できていないので焦り散らかしておりますということで、まだ痛いんだけどももう迫っているのでちょっと練習をしておこうと思います。まあもう本番はアドレナリンでどうなってもね、あんま痛くないし、しんどさでももうないと思うからできるかなと思うんですけど、まあそのためにはちゃんと練習が積み重なってないとちょっとね難しいから、頑張って練習します。今から、はい、
さあ問題はこっち。感想はないです。痛い。今回ねコンテストの中なので、でも今まではコンテストの中だったけど普通のショーケースの中でライブをやらせてもらって、コンテストはコンテストでっていう感じで映ってたんだけど、今回は普通のショーケースがあってそこで MC が普通にあるんだけど、私はね、でその後にコンテストがあって、コンテストの結果発表の前の時間にライブのねこの時間をねさせてもらうので、ちょっと緊張感ある中でやる感じになるので、なんかいつもみたいに一緒に歌ってくださいねっていう感じの雰囲気ではないかなという感じがあって、だからまあかっこいい感じでこう見せれる感じというか、ほがらかにするというよりはほーってなる感じの雰囲気の方がいいのかなと思って、ちょっとかっこいい目のやつにしたんですけど、選曲が難しくて、とても新曲から一応選ぼうと思っていろいろ候補は出してたけど、しっかり生歌向きのものがちょっと少なくって、歌いきるやつが少ないから選んだ2曲なんですが、なんかその歌えんことはないけど、あんまり全編生歌で歌うような感じではないような歌というかって感じで、でもなんか両チームともちゃんと生歌の日があるのよ、だから歌う想定をされてないものではないけど、まあけどなんかその音源とはちょっと違う感じに聞こえるというかね、音源は結構その機械音を使ってたりとかエフェクトが入ってたりとかのところがあるから、それしか知らない人が聞いたら結構違う風に聞こえてしまうかなっていう感じがあるので、私はそこのギャップが少ないようにいつもしたいから生歌寄りのやつを選ぶんだけど、で別にエスパがエスパの曲歌ってたら別にギャップがあったって特に問題ないと思うんやけど、どっちでもエスパが歌ってるからと思うけど、そのエスパの機械音が入ったりとかしっかりエフェクトが効いたものとかを全然違う人が歌うと全く違うものになってしまうから、それはちょっと気持ち悪い原因になっちゃうかなと思うから、あんまりこの声質が違うだけで歌えるっていうやつを選ぶようにいつもしてるんだけど、今回はちょっとそういうエスポもなんかシャキーンってした感じのこう何コンセプトでかっこいい感じやけど、ちょっとあんま歌いきるところがちょっと少ないというかって感じなので、難しいなーって感じがあったのと、ヒヨップは本当にまた踊りが多すぎて歌うような曲ではない感じなんだけど、まあでも番組でも生で歌ってる時もあるから本人たちがどっちも頑張ろうかなと思って、まあ、好きな曲だったのでどっちもそれにしました。たらとんでもなく寝込んでしまって4日間ほどを無駄にしまして、何もできずに聴いてたけどね、曲は聴いてたんだけどもう何もできずにベッドでこういう状態でしか無理だったので、本番前の1週間で結構詰めにしたい期間だったのにそこがちょっとぶっ潰れてしまったので不安ではあるんですけれどもって感じです。私は体力が不安だね、4日ぐらい寝込んでしまってたからしんどいかもしれないって思って、ちょっと必死にやりたいんだけど、次今はちょっと痛くて体が炎症がねまだ治ってないからそれが痛くて全力で動けない状態になっておりまして、もう本番にカジマドバカ力でやるしかない状態になっています。いろいろこういうこともありますので普段の練習は大事ですということですねね、本当にいろいろ痛感しますね。前回は前回でなんか本番のねマイクの調整が
あれだったって自分で言ってたと思うけど、そういうことも起きるし、体調もねこうやって急に何かしらなることもありますので、はい、それがやっぱ普段の積み重ねがないとちょっともうできないことですね。なので大事だなと思います。ちょっと今回ほんまに普段の積み重ねがあるからギリセーフって感じですね。今まで何回もやってきたことだし、まあ普段から踊りもやっていて歌もやっていてという感じだったので、まあちょっと多少お休みの期間があっても巻き返せる力が残っていたので、なんとか本番に間に合うようにというかね、まあ本番はどうにかして出れるけど、もうねこれが普段の力がついてなかったらもう仕上げられません、出れませんってなるとこやったので、やっぱり大事、積み重ねは大事ということです。あとはもう周りのみんなのおかげすぎるけどこれ一人やったらちょっと終わってるからね、ほんまに。だけどね、周りのみんな、今回は10人が踊ってくれるのでね、のみんながそれぞれちゃんとやりきってくれて、今もう練習がねほとんど終わってるんですけど、あのちゃんと自分のパートを覚えてきてくれているので安心して進めているのと、まあ、本番もそれぞれちゃんと自分の力を出し切ってくれるメンバーなので、あの安心して私も踊りは任せれるので、とりあえず歌だけ止まらないようにしないとっていう思いでやっています。これ本当にね、ダンスのメンバーを信じれないと歌えないから大事なのよ、メンバーさんってすごくね。だからダンスのメンバーさんがこうなんか大丈夫かなとか、うまく いくんかなとか思いながら私がやらないといけないと、もう全員分のことを考えて、でも歌もやらないといけないしってなるから結構キャパオーバーなんだけど、まあ、本番はもうみんな大丈夫だよねってみんなに任しきれるので、私は私で音源に集中をしてできるので、それはすごくありがたいですし、まあ、なのでいつもメンバーさんを選定させてもらうんだけど、すごく大事です、周りのみんなも。で、周りのみんなもちゃんとやってくれているので、はい、本番は頑張って音源を止めないように私がそれだけ頑張って歌い切れるように残りちょっとで頑張ります。以上です。全員いるのでフォーメーションをちょっと確認しましょうかね。うん、2にしよっか。んで、一組が1ずつ。まあいい、ちょいいね、ちょうどいいよね。立つときにいい感じに多分準備してくれてこうなってくれてる感じだよね。うん、OK、 じゃあこんな感じで。はい、これはがっつり広がれると思うから、しっかり端っこまで行ってもらおうかな。うん、今日より全然広いと思うから。はい、 OK です。うん、いきます。はじめがドゥドゥ、なんか首でそれぞれ行って、で、ドゥン、ドゥン、ドゥン、お、ひだ、え、じゃな、うん、ちゃっちゃ、で、右引っ張って、左、で、なんか好きな手をしておいてください。カニセラカラカバーナ。これ2人さ、めっちゃ行きにくいよな、後ろ通って帰ろっか、の方が安全やんな、多分。うん、ふん、したらそのままヒャンって後ろに行って、このまま履けるか。うん、OK、それでお願いします。ほい。そう、それで斜めに行く、行っとかないとか、うんうん、みんな斜め移動ね。これで一回その間通って斜めに移動します。そしたらギザギザが
そうですね、変わってて、そっちに2人余ってる状態になる。うん、当てたね。ギュッとしようかな、最後。はい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 、いいんじゃないでしょうか。うん、OK です。はい、じゃあ行きます。せーの。なりますので1時50分集合ぐらいで、はい、皆様元気に来てください。私が言うことじゃないんだけど、心配させてごめんなさい。はい、大丈夫なので明日はよろしくお願いします。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。明日お願いします。はぁ、当日です。当日の前の1週間が寝たきり生活してて全然練習できてないから、ちょっと、って感じなんですけど、まあみんなもいるし大丈夫かな。練習をします。最後に One look at me with flash. One look at me with flash. Let's see. That's it. Don't play so far. This is the end. Everyone is so tired. I'm a dreamer. 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 I'm a Baby, come and give it to me. Let's all be the new girls in my vibe. Baby, come and give it to me. Won't you sing again? Won't you love the way that's on me? Try to crown a girl, but not me. So look yourself. Try to crown a girl, but not me. So look yourself. じゃあリハに行ってきます。リハじゃん。やったー。ではお願いします。すぐに2曲目に行くと思います。
いです。ありがとうございます。2曲目ちょっとだけ OK を大きめにしてもらえたら嬉しいです。はい、お願いします。ありがとうございました。たくさん声を出してほしいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。ちょっと何ですか。皆さん準備はよろしいですか。あ、かわいいお声もいっぱい聞こえました、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっとあれだもんね、あの結果発表前だから。いや、本当にドキドキ中でどんな気持ちだろう。買っても行きます。そしたくさやねなんか誰もブスにする天才じゃん。ありがとう。10分前です。あ、5分前です。頑張りましょう。ありがとう。毎日ギャルです。毎日ギャルたちです。へー5分前です。さあ頑張りましょう。次も2曲があるので一緒に応援してあげてください。スタンバイお願いします。